うわ、リベンジでこれ効果抜群ちゃう。やられた。終わったどうも皆さんこんにちは、ケッツンです。ということでポケットモンスターソードシールドやっていきましょう。前回ですね、もう縄文がヤバすぎるナックルシティに着いたと思うんですけど、今回は6番道路を抜けて新しい街に行こうかなというところでございます。ということで早速やっていきましょう。6番道路で何かしら進化してくれるとありがたいな。うわー、ちょっとおるやんか。あれアーボックのアッシュちゃう？なんと可愛い砂蛇ちゃうわ。可愛すぎる瞳。あー可愛いね。我々エール団は砂蛇が安心して眠れるよう応援してやる。あ、そう。あ、おばあちゃんこんにちは。あんたたちポケモンは起こさないから通してもらうよ。どうぞどうぞ。優しいやん。キチガイでいてくれよなあ。キチガイでいてくれよ。またこいつ来やがった。あ、ケッツル ラテラルタウンに行くんだよなって。エルタの人たちそこ通っていい？あなたたち子供はうるさいので通行は許しませんって。ゆっくりやるから。特にチャレンジバンドをつけたジムチャレンジャーは嫌いです。なんでやねん。バタバタ足音を立てられると砂蛇が起きてしまいます。ちょボケな。ミュートにしてこの動画見てもどっちが騒いでるかわかるで。絶対起きると思って。でここでさ、ポケモン勝負したらすげえ、なんかホップ元気ないな。俺が傷つけたから。ケッツン通らせてもらえないとラフテールタウンでジムチャレンジに挑めないぞ。じゃあもう勝負しよう。お前力強いぞ。なんか元気なくない？心なしか。俺が痛めつけたからかな。え、2対2じゃないの？うーわ、つまんねえ。マジでせっかくあいつ落ち込んでたのにとどめ刺したかったー。くそー、ホップにとどめ刺しかったから、刺しかったって。もうカミカミや。のしかかりワンパンやで。欲張りすバチクソ強ないこれ。ちょ、どっこら行こう。どっこらに重点的に経験値あげたい。まっすぐま。あーこいつか。うわ、レベル30エグそうだな。あ、ケタグリ効果抜群。よし、筋切り。いや、ワンパンじゃないことを祈る。ワンパンは NG。 うわー、効果岩一つで半分削ってくんの。うわー強えマジか。うわ、木材でこの強さやばない？こんな石柱になったらえぐいで。いや、急所に当たらなければ死ぬことはない。よし、え、急所に当たってそれ、あれ。いや、どっこらむちゃむちゃ強いんじゃ。レベル30相手に危なげなく勝ってるじゃないですか。これは楽しみ。可能性が見えたな。ケツン、その勢いで任せるぞ。あれあれ、ホップ挑んでこんやん。もしかしてあれちゃう？ビートに負けたのバチクソにへこんでんじゃん。ボコボコにされたんじゃん、あんなエスパー中に。しょうもな。今の騒ぎで砂蛇が目覚めるかもしれません。それでは応援の意味がない、さっさと消えるとしましょう。どうした？ケツンと欲張りすのコンビは本当にすごいぞ。せやろ、なんかすごい落ち込んでない？心なしか。俺ビートにボロ負けして、いや負けたのはいいんだ、勝負ってそんなもんだろ。ただあいつに兄貴の名前に泥を塗っていますね。ああ、言われちゃった。痛いところつくね。いや、あいつ結構ね、口強いで。うん、多分あの2ちゃんとかで叩き上げられてきた猛者やと思う。そんなこと言わした自分が悔しくて嫌なんだって。いや、お前なんかね、ネットの格好な餌食っぽいもんな、性格的に。俺が弱いと兄貴まで弱いと思われる。そんなの嫌だ。兄貴は無敵のチャンピオンだ。これでいいのかちょっと考える。じゃあな、ケッツ。そんな落ち込まんといて、いじりにくい。まるで僕が性格悪いやつみたいやん。まるでね。あ、起きた、こんにちは。鼻の穴でっか。あ、どこ行くね。捕まえんの？あれ、アーボみたいなやつ。捕まえへんの？あんたがダンテが選んだチームチャレンジャーだね。は？うわー、ユバーバじゃねえか。私はポプラさ。いや、そんなコンビニみたいな名前せんと。なんか九州とかそこら辺のマイナーなコンビニやろ。知ってんで。なあ、詳しくはカードをご覧よ。なんやねん。ポプラのリーグカードもらったんな、このバーバー。どこかであんたの本気見させてもらうとしようがね。勝手に話しかけんな。ギリギリやん、立っていられるのが。あれ、こいつジムリーダーやったっけ？なんかおった気がすんな。うわー、なんだこれ。ヒポポタス、かわいい。カバやん、カバカバ。うわ、砂おこし。いや、かわいいけどなんか花がちょっと気持ち悪いな。フジツボみたいやわ。うわー、なんかもう見せんといて、気持ち悪い。うわー、きっしょ。いや、来た。
しゃ石柱や石柱やどっこらいやー来たーいやこれ絶対石柱やろこれ次あちげえ誰誰あ一回鉄挟むんやねあーなるほどおマジかよマジかよいややばいね今回めっちゃ進化するやうわこれトロッコン最終進化ちゃう頼むよいい感じに石炭のなんかロマンっぽいやつロマンっぽいやつこあーかっこいいかっこいいあかんうわーそっちできたこれはレギュラーでしょうなんなら上の石炭いらんねんけど石炭山に進化したうわ6文字になってからこれタールショット何タールショットってネバネバのタールを浴びせて相手の素早さを下げるえ相手は炎が弱点になるえぐないそれいやちょっと後ろの石炭がちょっと気持ち悪いなむしろちょっと気持ち悪い集合体恐怖症の私にはキモいかもわからんこういう角度で見たらすごいかっこいいけどねこんなん楽しんでくれる子かなこういうあの頃の気持ち思い出していや怖い目怒ってるあーあかんこれあれやわこいつにとっての雲やわあかんクルタ族の生き残りやなお前あぶねえあぶねえその鉄骨で殴るのやめてああかんこれ殺す目や殺す目してる殺す目してるあったちょこのフリフリマジでさポケモントレーナー自己死するよもうこれ石炭山は最終進化までいったやんだからなんか進化していないポケモンをちょっと釣れるわちょっといろんなやつをとりあえず進化させてみたいなはっ来たついに来たうわーえ今回めっちゃ進化するやんどうしたん自分らやる気出てきたんちゃうポケモンねえあはこれレベル30え首進化した時の胸元にあるそのビラビラみたいなのがブルブルって震えてちょっと気持ち悪かったしっかり焼いてない鶏皮みたいですごい気持ち悪かったはい首首長えし首だけにはいすいませんでした、電気毒パンクポケモンやって15000ボルトもの電気を発生させることができるってあそうピカチュウでさえ10万ボルト覚えんのにお前1万5000ボルトごときでそんな上から目線で自慢してんのよっぽど図鑑に書くことなかったんやろうな探して探して探してまあ1万5000ボルトやけど出すかみたいな感じになってるんやろうわいやもうエレズンもうこれ以上進化せんなストリンダーの次これもう砂蛇入ってきてるからこの砂蛇も1段階だけ進化するんやいやもう悩むところないな使わない申し訳ないけどねまあまあまあ進化が見れてよかったよでこのキワゴっていうねドラゴンタイプのポケモンもね捕まえたんよこうパッと見ね全然可愛い感じでかっこよさはないけどもしかして進化したらドラゴンやからね化けるかもわからんうおーマジでむちゃむちゃ進化するやんやっぱりこのレベル帯あたりがめっちゃ進化していくんやないやこれ最終進化やろ頼むでバチンキお前御三家っていう情けで連れてただけで正直今感じてないからねこれ進化頼むでいやマジ頼むうん首になる可能性あるからお前気をつけて進化せよいや最高やんむちゃむちゃ最高やんかなんやお前なんやそれゴリラ系チンパンジー系サル系なんやお前誰やゴリラかゴリランダー書いてあるうおほほほうはーやるやんやればできるやんドラマタックうはーまあでもゴリランダー今のところレギュラーってだけやからね甘えんなよもしかしたら落とされる可能性あるからこれから先ポケモンめっちゃロマンなやつ出てきたらあっという間に下ろされるからね厳しいんやこの世界はな300匹ぐらい出んのやろこのポケモンそのうち6匹やでそりゃもう厳しい枠やでえ技マシンは何度でも使えますいろんなタイプの技を覚えさせることで様々なポケモン技レコードは一度使うと壊れますあそうなあなんか言うとったなあなんか言うとったかもしれんなあなんかなるほどじゃあ技マシンって従来でいう秘伝マシンってことか技マシン使い捨てやったもんな今まで秘伝マシンが何度でも使えるみたいな感じだったけどなるほどねこれ全部技マシンこれめっちゃあるやんあ技レコードもあるな
地ならし。うわ、地ならしかじり亀覚えんの？地ならしって確か地面タイプの技やんな。うわ、うわ、ほんまや、地面タイプやん。すげえ。いやー、カウンターはいらんな。いろんなタイプの技覚えるやん。うちのかじり亀万能になんでこれ。あれ見てこれ、ほら、ダグドリオやん。マジで？ダグドリオを信仰してる文化があんの？あ、着いた。ここか、新しい町は。あー、いいね。出店が、あ、いい感じや。好きよ。あ、今なんかおったな、変なやつ。ホップがおったな。はあ、なんか進行してそう。ラテラルタウン、古代の芸術を中心に。ああ、やっぱりね、そういう感じか。おお、空手を折る。喋ってんの？やべ、チラ見してる。俺の存在に気づいてない？こわ、こいつマジ怖えな。修行をするのはポケモンで、わしは格好だけなんだがな。まあ、せやな。だからあんな弱いや。ね、胸板とか全然ペラペラやもんな、自分。山で修行か。ストイックな空手王だねって、若干引いてるんちゃう？ね、しかも修行してるのこいつちゃうからな。おー、いいね。おー、びっくりした。カラか。掘り出し物。本日の掘り出し。霊界の布だな、3000円。あ、買ってみよう。霊界の布。恐ろしく強い霊力が込められている布。あるポケモンが好んでいる。次の掘り出しは？鋭い爪が手に入りそう。ああ、明日来いってことか。ああ、なるほどね。お使い頼まれてくれ。今日のうちに物を持ってきてくれたらたんまり報酬をやるぜ。星のかけらを14,000円。ええよ、売ったるわ。うん、ありがとう。これで金稼ぎってことか。あー、毎日やれってことね。なんか話しかけてきそうなんだよな。すっげーサイドから攻めたら大丈夫なんちゃう？あー、ダメだ。てっつん、なんやねん、落ち込んでんのかお前。うわ、落ち込んでる。さっきの俺が弱いと兄貴がバカにされるって話、どうすればいいかわからないぞ。わからないけど俺は強くなるしかないよな。まあね、だからあれこれ試す。お前で確かめさせてくれ。まあええけどさ、ライバルのお前と戦えば何か分かるはず。よし、勝負なんだ。気合チャージするぞ。すまんけどボッコボコに進んで。ええの？ボッコボコにさせてもらうで俺。なよこのペリカン。今の俺が欲しいのは勝利なんだ。あ、ごめんな。ボコボコにさせてもらうわ。あ、レベル上がってるやん。打つ？これ。なんていうの？飛行タイプか。飛行って格闘相性悪かったような気がする。水中に身を潜めた。あ、水ポケモンこいつ。めちゃめちゃジャブジャブなるやん。いや、2ターン使った割にはさ、あんまり攻撃してなくない？ていうかなんか魚捕らえてるやん。餌のついでに俺に攻撃したってこと？舐めやがって、ぶち殺してやるよ。あ、やっぱ、飛行タイプは効果抜群か。どうだ、効果抜群。なんとだって狙ってやるぞって。あ、あかん、元気にしてもうた。なんか元気になってるやん。ほら、魚落とせ、あいつ。あいつ。うわ、え？何その追撃の一手。え、それやばない？そんなことできんの？うん、まだまだ。まだまだね、欲しがりすの相手ではない。のしかかりむちゃむちゃ強いから、こいつ。ジメレオンってあれちゃう？あの、水タイプのやつやんな。ああ、しゃ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 。お前に見せてやるよ、ゴリランダーを。え、もしかして、また2回目の進化で止まってるんかな。見ろ、私のこの猿はな、最終進化までたどり着いたのよ。あれ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 、まだちっちゃいですね。さっき言ったよね、効果抜群をどんどん狙っていくぞと。それはこちらのセリフなのだよ、草の誓い。これ必殺技みたいな、結局合体できてないけどね。めちゃくちゃ食らってるやん。どうや、ほーら、地ならしまで覚えてビビってるやろ。あれ、あいつ草タイプなのに地面タイプの技も使ってくるって。はは、私はな、技マシンを使いこなしているのよ。お前と違ってな、あらゆるタイプの技を覚えている。ノーマル、地面、悪、そして草だ。私は何タイプにも染まらないのだよ。はっ、これがポケモンマスターになる男だ。しっかりあがめておけ。お前は私のライバルにすら立てていない。迷惑なんだよね、勝手にライバル扱いされて。お前なんかライバルでも何でもないのに。エレズ、あ、お前エレズ持ってんの？
エレズって電気タイプやんな。電気と毒やったんで、俺これゴリゴリ地面タイプやから多分食らわんで。どうすれば勝てるのかわからないぞみたいな言うとったっけ。もうなんかあんまりわからん。29ギリ進化できてない。ほら10万馬力でもうワンパンやお前なんか。涙目涙目やってよこれ。かわいそうに。もう勝負する気ないやん。慈悲やんか。ねえ、俺の感情に訴えかけてきてるやん。やめてくれって慈悲願ってるやんか。ワンパンやすまんの。へこんでいるとポケモンも技もピシッと選べないぞ。ああ、関係あらへん関係あらへん。へこんでない元気もりもりのお前もそんな感じやった。チームのメンバーも入れ替えて俺の可能性を探ったけどなんだかしっくりこないぞ。だから俺は弱いのかよ。せやね、うん、俺は兄貴のことかっこいいトレーナーとして憧れている。弱い俺のせいで兄貴はバカにされるは嫌だ。いやそれはないと思うけどな。もっともっと試す、うん、俺が強さを発揮できるポケモンたちを探し出すぞ。まあ、頑張れ。じゃあな。わわわわわ、なんか芸術が書いてあんでこれ。なやこれ。奥深い芸術とされていると。遺跡か。あー、なんかいつか開きそうやね。今ではない感じかな。じゃあジムリーダー早速やっていきますか。お、ボルヤン、今日はどんな変な踊りを見せてくれるのかな。バッグが重そうな君に素敵なボールをあげちゃう。ボル、ヘビーボール。嫌がらせやんなあ。めっちゃ重いボールちゃうのそれ。体重の重いポケモンが捕まえやすくなるちょっと変わったボール。へえ。うわあ、驚いてから。かわいいね。ヘビーボールは重さがあるポケモンほど捕まえやすい。いろんなボールがあるんやなほんまに。いやー、どうしようかな。俺ね、今ポケモンがですねご覧の通りなんですよね、うん、でこのキバゴドラゴンタイプで進化するのを狙ってるやろ。でこのズル向けのやつも進化したらかっこよくなるんちゃうかなって思ってる。で青ガラスをまあ一回アーマーガーに変えたいなみたいな感じだから、あのこうパッて見た感じさ、マジで使えるやつこいつしかおらんのよ。いや、いけるでしょ、ジムリーダー。ちょろやろ、ジム戦なんか。いや、だってもう、このさ、ゴリランダーとか、カジリガメとか、最終まで進化してもうたやろ。だから、とりあえずは、なんか進化しそうなやつ、どんな風になるのか、見たい。大丈夫、大丈夫。こいつらは戦いの中で強くなるタイプだから。わわわわわわわ、え？こいつ、カイジみたいなステージ作って、人間で遊ぶ気や。なよ、これ、ピンボールやないの？はは、すげえ。うはー、楽しそうこれ。何これ、ボーナスジムちゃうのこれ。ジムミッションの説明、障害物を下げながらゴールまで進んでいく。うはー、スティックを右に回すとカップは右に曲がりだし、左に回すとカップは左に曲がると。激しくぶつかった場合はスティックをぐるぐ激しくぐるぐる回して抜けてくれと。めっちゃ楽しいやんこれ。むちゃむちゃ、うわー、アトラクションやディズニーランドちゃう、こんな。ひゃー、これ何、ほう、こう行ってこう行けってことか。あー、飽きた、こんな子供騙しな。あれ、戦うっちゅうけ俺と。これ何のジム、ここ。ところで目が回っているんじゃないか、そんな調子で戦えるかって。はずるない、うーわー、トレーナー弱体化してから挑む気や。うーわー、風上にも置けんだこいつ。昭和やなこのジム。なやこれ、誰やジムリーダー、やっぱあのババアけ。昭和なババアがよ、ケタグリや。効果抜群じゃこっちは。ノーマルタイプのジムかこれ、もしかして。むちゃくちゃ相性いいんちゃう、そしたら。俺だって格闘タイプで結構固めてるところあるからね。来てるグマ、あー、クマか、さっきのクマか。いやもう、ドテッコツがもうここまで食らったら、もうあと欲張りさえ仕留めてもらうしかない。とりあえず欲張り数出しとけば大丈夫。こいつののしかくりはもうマジで強い。うわぁ、これ色塗り忘れたんちゃうの。うわぁ、さっきのやつの進化系。うわ、怖っ、怖っ、キモ。まあ、着てるグマって書いてある通り、中に人いるんやろ。着てんだやろ、人。中に人いるやろ。いいの、人入れて戦わせて。ポケモンや言うて遊んでるんやろ。サイコパスやなこのジム。やっぱカイジだわこれ。ザワザワしてる。いやでもそれでも俺の星狩りするのは勝たれへん、うん、これえぐいなこれ。これなんなんこれ、人間で遊んでるやろこんな子。人間で遊んでるやろこれ。ジムミッションちゃうやん、舐められてるやん俺。うわ、サワブラーとかいるんやこの時代も。
うわ、クビになってない。くー、やるやん。欲しい、エビアラと沢村あったな。うはー、リベンジ。いや、結構ダメージ食らいそう。うわ、やっば、強すぎ。欲張りす、ノーマルって格闘に弱かった気がするな。どうやったっけ、効果抜群じゃなかった。あれ、相性悪くない。え、このジム戦勝てる。青ガラスは飛行タイプの、あ、ついばもあるな。ついバムってでもなんか大した技じゃなさそう。ってかレベル25やん、激雑魚じゃんこいつ。ちょっと待って、二度蹴り、これ効果抜群ちゃう。うわー、相性悪すぎる。連れてきたポケモンがあかん、あかんすぎるこれ。いや、のしかかりいけるはず、うちの方が早い。よし、これでもう、うわ強い、相変わらず最高だな。もう大好き、欲しがりす。ねえ、ごめんな、ブサイクとか言って。腹のビラビラ嫌いやけどさ。欲張りすマジで強いわ。エビワラ来た、エビワラ。うわ懐かしい、カポエラーとかおらんかった。うわー見て、 3D の動きエビワラ初めて見た。かー、ちょなんかチラ、あやばい、あぶねー、やるやん、マッハパンチって。なんやそれ、なんかチラ見しそうやねんけど、なんかポロリそうやで。ちょっと やめてや、全然興味ないんやから。青ガラスのスイーパーマンどんな感じ。あーまあそこそこ食らうね、使えるっちゃ使えそうやな。オッケーオッケーオッケー、よし、これで終わりやろ。ジム戦やろ次。っしゃあ、ジム戦や、誰や。でも格闘だったらババアじゃなさそうやね。ババアあれ格闘っぽくねえもん。はいやー、かわいいのかな。ようこそジムチャレンジャー、私は斉藤です。あれ斉藤ってなんかもう一人おらかったっけ。あなたたちの心どんな攻撃にも騒がないのか、私が試すとしましょう。うーわー、かわいいのかな、髪めっちゃ後ろ方向に膨らんでる。いやーいいね、エロい。うわエロ、なんか別に何のこと言ってるわけでもないけど、キツキツやろな。いや別に何のこと言ってるわけでもないけどね、うん、こんな鍛え上げられとったらもう絶対キツキツやで、こんな最高やな。さあやろうぜ、カポエラか。俺とお前格闘タイプ同士の勝負といこう、正々堂々な。だがしかし私は拳ではなく使わせていただくよ、鉄骨をな。穴を掘る、私の穴を掘るは足から潜る、ドゥルルン、ドゥルルン。どうだカポエラのリベンジ。いやこのリベンジやばいな、やっべ、マジかよ、むっちゃ強いな。あ、ちょっと待って、俺このパーティーで俺勝てる気せんな。どうする、欲張り効果抜群やもん。だってこれあかんのちゃう、青ガラスで行くしかない。頼むよ、リベンジ、リベンジは効かないはず。やばい、効果今一つでそのダメージ量はやばい。青ガラスこれ死ぬな、あかん、これ死ぬな。いや、ちょっと待って、負ける、なめプしすぎたんちゃう、俺これ負けるで。水バム、うちの方が早い。あー電光石火とか覚えてんのか。いやこれ死んだくせ。うわ、いやもう欲張りすで、敵4体持ってるでしょ、ポケモン4枚抜けしてもらうしかない。もうのしかかりでとにかく行くしかない。うわナイス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 。うわこのリベンジってどんぐらい食らうん。うーあぶねー。いやとりあえずうちの方が攻撃スピードは速かったんで、よしこれでとりあえずワンダウン。うわー出た。いやこいつも格闘タイプの技持ってるはず、型破り。いや一回寝よう、一回寝て体力を全回復させて眠気覚ましみたいなの使うわ。巴投げ、いやこれ格闘タイプの技ちゃう。ああまあこんぐらいやったらいけそうやな。あどこ行ったんよ、欲張りす。え、強制的にポケモンを入れ替える、マジかよ。うちの巴投げ大丈夫かな、効果抜群。うわ効果抜群がある、これ何タイプの技、効果格闘、あれ格闘効果抜群なの。あこのゴロンダは格闘技を使うノーマルタイプか、勝機あり、勝機ありだぜ。うはーさあ来い、遠吠え投げ、やべえまたポケモン変えられる、これいってー死ぬー。うはー、いやもううぜえこれ、ランダムに変えられるの。赤ズルクはまだちょっと育ってないんやって、今度は戦わせといてや。赤マジかよ、ケタグリしかない。いやーでもケタグリ耐えれるか一発。うわこっちの方がスペース早い。うはーざまみろ、ズル向けなめんなよ、トボイ投げ、こいつはノーマルじゃないはず。い
やー効果抜群か、ノーマルかこいつ。ちょっと待てよ、今2匹瀕死やろ。でやばい、これはまずやばい。ドテッコツで、どっちの方が攻撃するスピードが速いかによるんやけど、でもなんかあいつ遅そうやから多分こっちの方がギリ速いちゃうかなって思う。よし、でこれで2匹目だ。なかなか熱い勝負を繰り広げるじゃねえか。いやー経験値欲しかったな、お前ら、お前らにあげなかった。くっそー、すまね、瀕死になってしまった。うわ、ネギがないと思ってるやん、うっせやろ。マジかこいつ、カボネギ出して、でカボネギを犠牲に捧げて、その間に眠気覚ましで欲張りす、目覚ますやろ。でカボネギダウンからの欲張りすで噛みつくや。これでいこう、このパターンでいく、プラン B、 カモネギは私たちの生贄になってしまう。いやでもね、ただ生贄にするだけじゃないよ、うちのカモネギに次の進化のネギがないとっちゅうやつを見せることによって、うわ僕もこんなやつに進化できるんやってね、モチベが上がるはず。うわかっこいい。いや今むちゃむちゃモチベ上がってるんちゃう。見ろカモネギ、ネギがないとの姿を。お前は白ネギ使ってるだけやろ。でもこいつは白ネギ向けてんで、ズル向けや白ネギが。これがお前の目指す姿よ、よう見とき。いやこのね経験はでかいよ。よしで眠気覚ましさせる、オッケー、欲張りさん目を覚ました。でこいつのリベンジでも当たらないんじゃない、そんなに。いやーやっぱ死ぬか。そういや大丈夫、次の、欲張りさん仕留める。いやーどうしよう、のしかかりの方が強そうなんだよな。噛みつくが効果抜群かどうかによる。ここマジ運命の分かれ道。いや私は鋼タイプがあると信じてる、噛みつく。いや効果今一つや、逆にあかんかわからん。うわリベンジでこれ効果抜群ちゃう。うやられた、あかん、あかん、終わった終わった、欲張りしてやられた。あかん、ちょっとこの雑魚ポケモン、いや俺こんなところで使うの、これ元気の塊、元気の塊使おう。いやもうだってもう終わるもんこれ。あかんわ、経験値稼ぎで雑魚いポケモン連れてきすぎた。でこのリベンジは多分少々のダメージしか入らんはず。こらえてくれ。よしでポケモンを入れ替えて出すのはダメだから、一旦無駄になるから、ちょっと木箱はここで死んでもらうしかないね。ドラゴンクローでもやるか。お前は犠牲になってくれ、お前の犠牲によってうちの欲張りさは輝く。マジで頼んだよ、信じてる。うわーこれはまずい、あーリベンジで終わったわ。くー負けるーだー、負ける、負けるよ、負けるってこんな。アラオル、オッケー、このリベンジがむっちゃ強い。でこの穴を掘る攻撃効果抜群とかならん、うわならんかー。でこれしょうもない技が来たら、いや死んだわリベンジ。うわー終わった、うちの、うわー全滅させられる。マジかマジか、負ける、負ける、クソポケモンなんかで全滅するとかふざけんなよ、ふざけんな、マジか。ドテッコツ頑張れ、マジでドテッコツマジで頑張れ。ちょっと待って、これ元気の塊とか使ったんやけど、これ負けたら全部元に戻すとかそんなないないよな。ケタグリが格闘技、格闘技が効果抜群やったっけ。死ね死ね死ね、よっしゃー、ネギアナイトワンダウン、ナイス。まだ俺の戦いは終わってねえぞ、まだ終わってねえぞ、踏ん張りどころです、私も一緒に頑張ります。ほう、怪力以下よ、むっちゃくちゃ強そうやんか。いやこいつマジで間違いなくダイマックス使うやろあいつは。いや俺もダイマックスを使いたいところ、ダイ、いやダイマックスを使う前に、いやこれ運命の分かれ道やな、ダイマックスを使う前にまず回復させてしまった方がいいんじゃないか。でもそしたらこの状態で一発ダイマックス技を食らってしまうことになるけど、多分耐えれそうな気がしないこともない。いやとりあえず、いい傷薬でこいつを全回復させる。で多分さすがに効果抜群でもなんでもないと思うから、90は食らわんやろ。尊敬を込めて巨大マックス、巨大マックス、ダイマックスじゃなくて巨大マックスって何。ああダイマックスのこと。いや怖むちゃむちゃいかついや、なんやこいつ、あが死にそう。ダイアース、あこれは悪タイプの技、悪タイプは効果今一つな。はい残念でした、よしグシュジャのワリンコ。いやまずダイナックルで自分の攻撃も上げるか、でその後にダイアースで特防を上げる。で岩タイプが効果今一つやったはず。でダイアタック、これノーマルやろ、ノーマルは別にいらんな、ダイナックルからでいくわ、多分60はこらえられるはず。さあ行こうぜ、俺もダイマックスだ。さ
さあ見せてやろうぜ。どうだドテッコツ、初めてのダイマックスは喜んでいるように見える。ヒットポイントも90になったからいけそう。これ何、いや効果抜群はないはず。うちにうぅー危ねー。いや素早さが下がっても意味ねえもん。どうせダイナックル、うわパンチがメテオで飛んできやがった。かっけーかっけー。でここでやられたら全滅やからバックで、ここすごい傷薬120回復させよう。もう全回復よし。で次のターン死ぬことはない。巨大侵入は何それ、は俺と技近くね、同じ技なのに。危ねえ、何やこいつ。てかこの技かっこよくない、空からメテオとしてパンチが飛んでくるな。あれれれれ、ダイマックス化は終わりですか。すっごく小さくなってしまいましたね。さあダイアースだ。感じてくれ俺のダイアース、さあ見せてみろ。ブラ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 、んデキデキデキデドカーン、ヒャッホー、強すぎ。初めて見た地面技のダイマックス、あかん、いやリベンジ飛んでダウソ、くっそー、ちくしょう、あと一発、あと一発、くそ、あと一発、あと一ターンさえ、あと一回さえ攻撃できなくらう、はい、ということでちょっとね微妙なところで終わってるんですけど、動画の尺的にこんぐらいで一回切っとかないとあかんかなと思いまして、次回続きからやっていこうと思います。リベンジっていう技えぐない。いやまあ俺がクソみたいなポケモン連れてったのがあれやねんけど、いやちょっと格闘タイプは欲張りする天敵やったね。あと一発入れておけばこっちの勝ちやったんやけど、惜しかったわ、一ターンに泣いたわ。はい、ということで今回この辺で、ご視聴ありがとうございました。